こんな感じだったな。本当はダメなのに、なんでこんなことが楽しいんだろうね。でもこれを続けることはできないの、大人だからさ。やっぱり会社には行くよ。あとおかげでずいぶん気が楽になったし。慣れたらいいね、吸血鬼。いいな、私も。清澄さん、もし俺が吸血鬼になれたら、俺があなたを吸血鬼にしてあげる。いざとなったら人間をやめられる。そう思ったらもっと楽じゃないかな。